では、呼吸から入っていきます。両手膝の上、優しく目を閉じてください。まずは姿勢を整えていきます。少し胸を広げて、空気入りやすいようにしてください。鼻の呼吸に意識を向けていきます。あと一つ呼吸しましょう。吐く息をしっかりと吐き出せたら自然呼吸です。では、ゆっくりと目を開きましょう。両手体の前、お尻を持ち上げて、膝を閉じてください。後ろ足のつま先を立てて、両太もも閉じます。両膝をマットから離して、なるべくかかと同士も近づけて、アキレス腱、足首、緩めていきます。そしたら、両足の10本の指の付け根に体重かけてかかと床から離します。吐きながら、かかとを床に近づけて、背中を少し丸めてください。吸って前。吐いて、後ろ。背中を丸める。吸って、前。吐いて、かかとを床に近づける。吸って、前。吐いて、かかと床に近づけます。それを自分のペースで、前と後ろに。繰り返し動かしながら、指関節と足首をストレッチしましょう。意外と難しいかもしれません。両足しっかり閉じてね、太もももしっかりと閉じて、前後に動かしていきます。固まっている指関節と足首をほぐしていきましょう。じゃあ最後、かかと床に近づけて、背中を丸めながら上半身起こしてください。起きれたら、足幅1メートルほど広げて、両足を揃えていきます。つま先とかかとの位置が大体同じぐらいになるように整えてください。1メートルちょっとぐらいあるとね、いいかなと思います。そしたらつま先、外側に向けていきましょう。ハの字です。両膝をつま先と同じ方向に曲げていきます。両手は膝の上。肩入れていきましょう。右肩内側に入れて、右手で右膝を押します。元に戻す。左肩内側に入れて、左手で左膝を外にグッと押します。戻す。右肩を入れる。戻す。左肩を入れる。戻す。右。戻す。左。戻したら両膝を伸ばしていきましょう。両つま先を正面、ちょこちょこずつ、足をちょっと内側に入れて、軽く骨盤を左右に動かしてください。足がね、広すぎてもうまく動かないので、まあ、ちょうどいい幅で骨盤を左右に動かします。足幅ちょっと大きいとね、動かしにくいので、ちょっと調整しながらです。そしたら今度回していきます。右側から後ろ。右側から後ろ。右から後ろ。右から後ろです。反対行きましょう。今度左側から後ろ。
左側から後ろ、左側から後ろ、左側から後ろ、左から後ろ、あと1回かな。動きを止めて両足を閉じていきます。そしたら今度は腕いきましょう。足幅軽く広げてください。軽く広げるくらいでいいかな。特にこだわりないので幅はそんなに適当で大丈夫です。そしたら右腕前に伸ばして、左腕で右腕を挟みます。そしたらぐーっと左に引っ張って、右の肩から二の腕にかけてを伸ばしてください。真ん中戻って腕下げます。左腕を右に、右腕で左腕を挟んで、そのままぐーっと右に引っ張って左の腕を伸ばします。戻しましょう。下ろします。反対、右腕左に引っ張って伸ばす、戻して下ろします。左腕右に引っ張って伸ばす、戻して下ろします。反対、戻して下ろす。左右に引っ張ってストレッチ、戻して下ろします。今度は上行きましょう。右腕高く上に上げたら肘曲げて、左手で右肘をつかみます。そしたらこの腕を左に引っ張りながら右側面伸ばしましょう。戻す。腕を下ろして、左肘を曲げて右手でつかみます。そしたら左肘右に引っ張りながら左側面伸ばしましょう。戻して下ろす。右肘曲げて左に引っ張り右側面伸ばす、戻して下ろす。左肘曲げて右手で左肘を引っ張って体を右に倒して側面伸ばします。戻す。下ろしましょう。右伸ばす、戻して下ろす。左伸ばす、戻して下ろします。そしたら今度体の表側と背中側の筋肉を使っていきます。そしたらまずは足軽く閉じて、右の膝を軽く曲げてください。両肘をつかみます。そしたら行きましょう。吸いながらお尻少し後ろに引いて、体の表側を伸ばしながら腕を上げていきます。ここまでが吸い気、吐きながら腕を下げて背中とお腹を元に戻します。もう一回行きましょう。吸いながらお尻後ろで、お腹を伸ばしながら腕を上げていき、いけるところまで吐きながら戻します。背筋縮めてお腹を伸ばすって感じです。お腹伸びると腕が勝手に上がります。また行きましょう。吸い息で背中縮めてお腹伸ばして腕上げる。吐いて下ろします。吸って腕上げる。吐いて下ろします。最後、吸ってあげる。吐いて下ろす。両腕下げたら右足を伸ばしてください。反対いきます。左膝軽く曲げて、両肘掴んで体の前、腕を下ろしましょう。そしたら、背筋使って背中を縮めてお尻を後ろに引きます。お腹を伸ばしながら腕を上げていきましょう。ここまでが吸い気、吐きながら緩める。吸って伸ばす。背筋は使ってください。吐いて下ろす。吸って腕上げる。使うところと伸ばすところを自分で使い分けしてください。吐いて下ろす。吸って腕上げる。吐いて下ろす。
最後、吸ってあげる。吐いて下ろします。両腕下げて足伸ばしましょう。両足を軽く閉じといてください。膝と膝もしっかりと内側に入れていきます。両肘を掴んで腕を下ろします。軽く膝はね、曲げておいてください。軽く膝を曲げておく。吸い息で腕を上げていきましょう。あ、この時は膝伸ばしてますね。吐きながら緩めます。吸いながら背筋使ってお腹を伸ばして腕を上げていきます。吐いて下ろす。吸って背筋使ってお腹を伸ばして腕を上げる。吐いて下ろします。吸って両腕上げる。吐いて下ろす。吸ってあげる。吐いて下ろす。両腕下ろしていきましょう。足幅軽く広げます。両手は体の前で指と指を組んで、手のひらを返して息を吸いながら、お腹を伸ばして腕上がっていきます。はい。で、両手横に広げて下ろしていきましょう。吸い息で両腕上に上げていきます。お腹を伸ばして、腕が上がっていきます。吐いて下ろす。吸い息で腕を上げていきます。吐いて下ろす。吸って腕を上げる。吐いて下ろす。最後です。吸って腕を上げる。吐いて下ろします。両足腰幅程度で大丈夫です。両手骨盤の位置。お尻後ろ遠くに引きながら、背筋を伸ばして上半身倒していきましょう。両腕、足と足の間。顎を引いて頭の頭頂部が床です。10本の足の指の付け根に体重かけてみてください。そうすると足が結構伸びます。お尻を伸ばして股関節を折り曲げ、上半身はだらーんと下ろしてください。腰が丸まらないように気をつけます。先ほど使った背中の筋肉を今度は伸ばしてストレッチしてあげましょう。余裕がある方は両肘と肘を曲げて、両肘つかみます。腕の重さで背中が伸びて、頭の重さで首の後ろが伸びます。10本の足の指の付け根に体重かけていきましょう。足の先端に体重かけると前にね、おっとっとみたいな感じになっちゃうので気をつけてください。上半身を左右にゆっくりと動かしまーす。体の側面を伸ばして、上半身を左右に動かしていく感じです。例えば、左側面伸ばして右側面縮めると上半身右に。右側面伸ばして左側面縮めると上半身左。伸ばしたり縮めたりしながら、下半身と上半身の伸びを深めていきます。呼吸はね、自然です。足の伸びがね、結構上半身がこう左右に動くことで変わっていくので、足の伸びもちょっと確認しながらね、ストレッチを深めてください。先ほど使った背筋を今度伸ばしてストレッチしていきます。で、足の筋肉も結構伸びてくるので、それもチェックです。
真ん中で動きを止めて腕下げていきましょう。膝軽く曲げて、背中丸くしながら上半身ゆっくり起こしていきます。最後顔が正面で大きな一呼吸です。両つま先を外側に向けて足をハの字にしてください。両手頭の上合掌、胸の真ん中に下ろす。そのまま膝曲げていきます。つま先と同じ方向に両膝を向けて曲げてください。肘と肘で両膝を外側に広げて背筋を伸ばしましょう。股関節ストレッチです。両肘で両膝を外に広げて背筋を伸ばしていきます。では、両肘緩めて、両手マットの上、お尻をゆっくりと下ろしましょう。両足を伸ばします。両手お尻の後ろで膝パタパタ。ほぐしていきます。動きを止めたら、このまま、ゆっくり後ろに倒していきましょう。上半身後ろに倒して上向きでーす。最後頭脱力。足を閉じて両膝曲げてください。腰をしっかりと下ろしたら両膝と両胸を近づけ、両手は両足を抱えていきます。指と指をしっかりと組み、顎を引いて、肩、肩甲骨を床にぐーっと近づけていきます。腕の重さで太ももとお腹が近づきます。あとは腕の力を借りて太ももとお腹を近づけていくので、両肩はリラックスしといてください。呼吸は自然です。では、両膝を小さく左右に倒していきましょう。背骨の外側にある腰の筋肉を緩めます。背骨が出ないように気をつけてください。真ん中で動き止めたら両手離して両膝曲げた状態で床の上、体の線を整えて足を伸ばしていきましょう。一呼吸です。では右の膝を曲げて、右足左膝の上、左手右膝、右腕は横に大きく広げて手のひら上にします。息を吐きながら右膝を左側に倒しましょう。息吐き切ったら自然呼吸。下半身しっかりと左に倒します。右の胸と肩の開きで顔の位置を決めてください。自然呼吸です。右と左の肋骨をしっかりとねじります。
では、ゆっくりと右足を戻しましょう。腕と足は自分のタイミングで下ろしてください。反対いきます。今度は左膝を曲げて、左足右膝の上。右手は左膝、左腕は横に大きく広げて手のひら上にします。息を吐きながら左膝を右に倒しましょう。しっかりと下半身を右側に倒します。左の胸と肩の開きで顔の位置を決めてください。呼吸はゆっくり。それでは、ゆっくりと左足を元に戻します。腕と両足を伸ばしていきましょう。腰が浮いてたらしっかりと腰を下げて足伸ばしてください。腕は下げますが、手のひらは上に向けて両肩はリラックスです。優しく目を閉じ、体全体の力を抜いていきましょう。鼻の呼吸に意識を向けていきます。
それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう。足先と指先を軽く動かします。動きを止めて、一呼吸。両膝曲げてください。腰をしっかりと下ろしたら、両足上。両腕も上に上げていきます。手首と足首をブラ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 ーと大きく振っていきましょう。末端に溜まっている血液を全部心臓まで流していく。そんなイメージです。力が入っているとなかなかうまくできません。はい、動き止めて腕足を下ろしていきましょう。一息ついて、体の向きを右に倒して横向きにします。体を支えて上体を起こしてください。起きれたら足クロスした形で座りましょう。膝をなるべく外に広げて土台大きく上半身安定させていきます。両手は膝の上、優しく目を閉じていきましょう。まずは姿勢を整えて、次に呼吸を整えていきます。両手、胸の真ん中に合わせて合掌です。皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました。意外と難しかったですよね。動きって、一つの動きって筋肉を使ってるだけではなくて伸ばしてる筋肉もあれば縮めてる筋肉もあるし、バランスを保つためにこう使ってる筋肉もあるので体幹とかあるので、一つの動きの中にいろんな動作が入ってくるので、使ってるところ、伸ばしてるところ、バランスを取るところ、力を抜く意識を、持つところ、いろいろあると思うので、いろんなところに意識を動かして、意識を巡らせて、一つの動作を実践していただけるといいかなと思います。すごい難しいです。体の使い方ってね、結構、真面目にやると結構難しかったりとかするので、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっと動きをね、深めてみてください。では、皆さんこの後もどうか素敵な時間をお過ごしください。そんな願いを込めて、ナマステー。